どうもチップです。今回は英単語を覚えるためのアウトプット方法について紹介します。皆さん英単語を覚えるのって嫌いじゃないですか？私めちゃめちゃ嫌いなんですけど、なんかこう英単語の本パラパラめくっていても全然頭に入ってこないし、なんていうのか、もうすぐ忘れちゃう、覚えてもすぐ忘れちゃうってことないですかね。で今回私が紹介する方法っていうのが、アウトプットを利用して確実に英単語を覚えようっていう方法です。で、言語を身につける上でインプットって、まあ、もちろん大事なんですけども、アウトプットもすごく大切なんですね。で、まあ、なんでかっていうと、アウトプットすることでインプットした内容が定着されるからなんです、はい。なので、今回は私が実際試してみて、もうすごい効果的でおすすめっていう、あの英単語を覚える方法について、あの紹介します。で、一応この方法に名前を付けたんですけども、名付けてエピソード記憶を利用して英単語にストーリーを与えようっていう作戦です。めっちゃカンペ見てるんですけど、はい、しかも長いんですよね、名前が。すいません。で、この方法は、あの次のことに当てはまる人に特におすすめです。で、1、ボキャブラリーを増やしたいっていう方。で、2、英単語を覚えるのが苦手な方。3、妄想が得意な方。これに1つでも当てはまったら、あのこれから紹介する方法、あのすごいぴったりだと思うので、ぜひ試してみてください。では早速、どうやってアウトプットしていくかについて、やり方を説明していきます。方法としては、英単語に必要な情報を表に書き出して、それをもとに文章、エピソードを与えていくっていう方法です。書き出す項目なんですけども、全部で6つあります。で、1つがその単語で、2つ目品詞、3つ目、意味、4つ目、創作した文で、5つ目、創作した文を修正した後の文で、6つ目、和訳。この6つを表に書き出してください。で、ポイントは、その文章を作り出す時に、その文章を使っている場面をできる限りイメージ、妄想するっていうところです。で、まあ、ちょっと例として1個やってみますね。で、例としてあげる単語がポイズ、落ち着いているっていう意味なんですけども、まあ、これでちょっと見てみますね。で、ポイズは、まあ、単語がポイズ、品詞が形容詞で、意味が落ち着いている。で、まあ、次、早速4つ目の、創作文なんですけども、まあ、今回私が、イメージする妄想するシーンっていうのが、そうですね、合コンで、まあ、ちょっと気になる人がいたとして、でその人にちょっと恋愛感を探るみたい なんかそういう場面でちょっといきたいと思います。で、まあ、なんか質問、恋愛について質問したいなって思って、じゃあ浮気された時、まあ、どういう態度を取るかみたいな質問をしてみようと思います。まあ、あんまないかもしれないんですけど。で、じゃあ質問する文章が、友達からもし彼女が浮気しているって聞いたら落ち着いていられるみたいな、なんかそういう質問を、イメージします。で、まあ、英訳としては、まあ、Do you think you can be poised when someone informs you that your girlfriend cheated on you? みたい なんかこういう文ですよね。なので、今言った英訳の文を表に書き出しますと。で、まあ、これすることで、覚えたかった単語 poised は、この合コンあるある場面、なんかあるあるか分かんないですけど、まあ、この、エピソードに紐づいて、まあ、エピソード記憶として、まあ、より確実に覚えられましたっていうそこがあのポイントです。で、まあ、今、私が作った英訳を、さっきの手順の5つ目ですよね、本当に正しいかっていうので、まあ、後から詳しく説明するんですけども、英訳の
添削をしますと。で、6つ目に英文の日本語訳を一緒に記載しておくことで、はい、表の6つの項目を埋めることができました。で、それでですね、英訳の添削の部分なんですけども、まあ、添削としてはまあ、スペルとか文法のチェックが一つと、あとは和訳してみた時に意味が間違えていないかっていうチェックの2つがあると思うんですね。で、私が使っているツールをちょっとおすすめのツールとして紹介させていただきます。スペルとか文法のチェックの誤りを見つけてくれるツールとしてジンジャーっていうツールをおすすめします。で、次に和訳を見て間違えてないかっていうチェックでは、翻訳ツールとしてディープエル翻訳っていうサイトとか、あと Google 翻訳、Web 利用翻訳がおすすめです。で、誤っていた箇所を赤色にするなどしておくと、後から見返した時に分かりやすいのでおすすめです。はい、以上なんですけれども、本当に英単語ってただ黙々と覚えるのってもうすごい苦痛だと思うんですよね。で、しかもすぐ忘れちゃうみたいなところがすごい残念だなと思ってて、なのでこの悪循環を断ち切ってくれるのがこのエピソード記憶を利用して英単語にストーリーを与えよう作戦です。はい、これやってる最中ってなんかストーリーを考えるのも楽しいし、あと英単語の意味も使い方も一緒にしっかり覚えられるっていうのがメリットかなと思います。で、あとは自分がその英語を使っている場面を想像することで英語学習のモチベーションがすごい上がると思ってます。なので皆さんぜひ試してみてください。はい、以上、今回は英単語を覚えるためのアウトプット方法についてでした。はい、皆さん最後まで見ていただきありがとうございます。はい、以上です。以上、チップでした。